はい、じゃあここから今日の内容に入っていきましょう。えー、脆弱性の定義から入っていこうと思うんですけどその前にえっと先週の水曜日ちゃんと Windows アップデートしましたよね。でこれは「パッチチューズデー」と言っていまして米国時間の毎月第2火曜日に「 月齢の更新プログラムが配布されますでアップデートした覚えがない人もいるかもしれませんけど皆さんの、まあ、Windows 使ってないかもしれませんけど Windows のアップデートの設定で自動インストールされるようになっていれば大丈夫のはずです、はい、これは大事なことなのでぜひお願いしますもしあの覚えがない人は 自動インストールされるようになっているかどうか確認してください。で、これあの一般のユーザーはあの自動的に Windows アップデートでやるわけですけど、皆さん企業に入ったりすると、えー、企業の中で PC を一括管理してたり。 すすることがありますその場合はどうなっているかというとダブルサスとかっていうなん,か、えっと、なんか企業の中の Windows 端末を一括でセキュリティ対策とかパッチを当てるのを管理者がコントロールできるようなソリューションがあってそういうのを、えー、使ってるかもしれませんのでそういう場合はこの月齢 Windows アップデートっていうのは、えー、基本関係ないかもしれません。 ウ n ンドウズアップデートがすべて正しいのかというと、まあ、こういうこともありましてちょっと見えにくいな、小さい、えー、っとこの今回の月齢アップデートを DEL の PC に当てたらなんか再起動したらログオン画面に行かないとかっていうそういう不具合もあったりします、でこういうこともありますので、えー、まあバックアップはあのこまめにお願いしますという感じですかね、ちょっとここ URL、一応書いてあるんですけど、はい、あのちょっと見えなくて申し訳ありません。 これはちょっとスクリーンをもう一度見ていただきたいと思います。はい、で今月の脆弱性、えー、こんなんでした。マイクロソフトオフィスの脆弱性によりということなので、これは皆さん関係あると思いますあ。私は Mac やから関係ないとか言ったらダメですよ。えー、この辺りに マイクロソフトオフィス 4Mac2011 って書いてありますからこれは Mac の人も関係ありますからねえでこれマイクロソフトオフィスの脆弱性によりリモートでコードでコードが実行されるっていう脆弱性ですこれどういうことなんでしょうかまあちょっとこれ読んでまあとりあえず読んでみてくださいと特別に細工されたマイクロソフトオフィスファイルをユーザーが開いた場合にリモートでコードが実行される場合が ここれどういうういとなんでしょうかマイクロソフトの説明によるとですね、えー、例えば、ウェブサイトにそういうい特別に細工されたオフィスのファイルを置いておいてダウンロードしてくださいみたいなあの URL をメールで送ったりとか特定、えーえー、と掲示板に置いておいたりしてダウンロードさせるとそういう話でこの,この真ん中の話だと思いますね。ね で文章を開くと攻撃を受けるとまあ攻撃って何ですかっていう話になるけど、例えば攻撃というのは、えー、このマイクロソフトの絵を借りるとこうなります例えば、はいえー、っと勝手にアカウントを作られてであとなんかいつの間にか、えー、リモートで入られているとか、はい、PC の中のファイルが見られるとか勝手に削除されるとかそういうことがあるかもしれませんという 話ですでこれ今日はこの脆弱性について少し体系だった話をできればいいんじゃないかなと思っています、はい、ではまず定義からですね 定義はちょっと固い文章になりますけどこうなっています。でコンピュータウイルスとか、えー、不正アクセス等の攻撃によるその機能や性能を損なう原因となりうる設計上もしくは実装上の欠陥のことを脆弱性というふうに言います。でこう脆弱性ってゆこの言い方からしてわかる通りどちらかというとホワッとした。えー 定性的な意味合いで使っています。で具体的なこういう脆弱性があるっていう風な時にはだいたいセキュリティホールっていう風に言ったりします。はいでこの脆弱性にはどんなものがあるのかっていうのをこれから見ていくという話になります。